独立国家共同体、独立国家共同体、独立国家共同体、A 略称、CIS は、ソ連崩壊時に、ソビエト社会主義共和国連邦を構成していた15、各国の内張ると3国を除く12カ国、発足当初は10カ国によって結成された、緩やかな国家連合体、コモンウェルス。当時の欧州共同体、EC 型の組織をモデルにしたが、 独自の憲法や議会は持っていない。本部はベラルーシの首都ミンスクに置かれている。日本では英語名の略称である CIS の名で言及されることが多い。ソビエト連邦が1980年代後半から機能不全を起こし急速に弱体化が進む中、ソビエト連邦初期長のミハイル・ゴルバチョフは連邦を構成する各共和国に大幅に権限を移譲する。 新連邦条約を1991年月20日に調印する予定であったが、その前日の8月19日、これに反対する国家非常事態委員会によるクーデターが勃発することで一旦調印は見送られた。このクーデターは数日で鎮圧され、復帰したゴルバチョフは再度新連邦条約の締結を目指したものの、ソ連政府の維新低下はもはや明らかであり、 各共和国でも完全独立論が台頭するようにな。それでも11月にはいくつかの共和国が条約に調印し、主権国家連邦の発足が決定したものの、有力共和国の一つである、ウクライナソビエット社会主義共和国が12月に国民投票を行い、90%以上の賛成を得て完全独立を決定すると、ソ連の崩壊は決定的となった。 上記のウクライナ国民投票の結果を受けて、1991年12月8日、ロシアのボリス・エリチン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領、ベラルーシのスタニスラフ・シュシケビッチ高会議議長は、ベラルーシのベロベーシの森で、ソビエト社会主義共和国連邦の消滅と、独立国家共同体、CIS の創立を宣言した、ベロベーシ合意。 続いて12月21日、カザフスタンでの首脳会議に、ジョージア、グルジアを除く8カ国も参加して、アルマトイ宣言に合意した。これにより、加盟国のほとんどを失ったソビエト連邦は崩壊し、ゴルバチョフ書記長は、辞任を表明した。ソ連崩壊によって誕生した CIS であるが、革新独立国の体制は整っておらず、 軍事面及び経済面において問題が噴出し、この調整を行うことが CIS の最初の課題となった。軍事面においては CIS 統一軍の創設を行うかが焦点となった。ロシアは各国による独自軍と CIS 統一軍を並存させる考えを有しており、この構想には国力、経済力的に独自軍の整備が困難である大アジア諸国が、 賛同していた一方で、ロシアとの間で、国会艦隊やクリミアの貴族問題を抱え、独立を強く施行するウクライナは、この構想に反対であり、これに同じクソイドニエストル共和国の問題を抱える、モルドバやアルメニアとのナゴルノカラバフ領土紛争を抱える、アゼルバイジャンが同調した。結局、1992年5月に、ロシア連邦軍が創設され、同時に、 集団安全保障条約をロシア、アルメニア、中央アジア諸国が締結することで軍事的協力体制の構築が図られた。こうした動きによって CIS 統一軍は境外化していき、1993年には消滅した。加盟各国及び西側諸国にとって最大の懸案は各地に置かれた膨大な軍事施設、戦略核、 弾道ミサイルであった。特に核戦力がベラルーシ、ウクライナ、カザフスタンによって大量に保管されていたことは脅威であったが CIS によってロシアが一括管理することが取り決められた。カザフスタンの ICBM 用核弾頭650発は1995年4月に撤去。ベラルーシは核弾頭18発を1995年末。 ICBM-18 機を1996年に撤去。ウクライナには ICBM-176 機、戦略爆撃機46、各弾頭は実に1592発が存在していたが、第一次戦略兵器削減条約のリスボン議定書に基づいてすべてロシアの管理下に置かれた。また、カザフスタンに建設したバイコヌール宇宙基地はロシアが、 カザフスタンに使用料を支払うこととした。また経済面においては、ルーブル圏の維持が焦点となった。独立当初は、ソビエト連邦ルーブルが全ての国で流通していたものの、各国に創設された中央銀行がそれぞれ異なった経済政策を取りなら、ルーブルを発行したため経済的混乱が起こった。そこで1992年10月、 ロシアベラルーシアルメニアカザフスタンズベキスタンキルギスの各国が改めてルーブル圏を創設する行決定し協定を結んだ。しかし混乱は収まらず、1993年7月にはロシアが1992年以前に発行された旧ルーブル紙幣の流通を停止し、これを受けてウクライナとキルギスは独自通貨へと移行した。 1993年9月には新ルーブル県創設協定がロシアベラルーシアルメニアカザフスタンウズベキスタンタジキスタンによって調印されたもののわずか2ヶ月後の11月には破綻が明らかとなりアルメニアカザフスタンウズベキスタンが独自通貨へ移行してルーブル県にはロシアベラルーシタジキスタンが残るのみとなった1992年のバルセロナ夏季オリンピックと アルベルビル東京オリンピックにおいては、統一した選手団を送ることとした。ジョージアが当時はまだ加盟していなかったため、地域名は CIS もフランス語のも用いられず、英語のにあたるフランス語のから EUN と表記された。日本のマスメディアでは、漢字名で独立国家共同体あるいは CIS と呼ばれたりしたが、事実上、旧ソ連統一チームとして扱われた。 その後、1994年に開催された、リレハンメルオリンピック以降は、各国がそれぞれ代表団を送ることとなり、e、EUN 選手団は消滅した。1993年には、CIS 検証が制定され、この検証を批准した国家が、CIS の加盟国として認められることとなった。この年にはそれまで、反ロ、親欧米路線を主張して CIS への参加を、 拒否していたジョージア、国内の南オセチアブハジア問題を契機として加盟した。一方で、初期加盟国のうち、アゼルバイジャンの検証批准はやや遅れ、また、トルクメニスタンとウクライナは、検証批准を拒否し正式加盟見送った。設立からしばらくは、ボリスエリツィンのロシアが安定しなかったこともあり、共同体としての連携は目立たず、その間に、 親切国は概ね強大な権力を持った大統領が治める独裁国家となった。1994年になると、それまで分離傾向が目立っていた加盟各国に統合の動きが現れ始めた。1996年には、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア、キルギスの4カ国が統合強化条約を結んだ。ジョージア、ウズベキスタン、ウクライナ、 アゼルバイジャン、モルドバはロシアから距離を置く政策を取り、ウズベキスタンを除く4カ国は、ロシアに対抗して1997年に、これら諸国の頭文字を打ったグアムを結成した。この組織には1999年に、ウズベキスタンも参加し、グアムと呼ばれるようになったが、2005年にウズベキスタンは脱退し、残った4カ国は2006年に、この組織をグアム民主主義と、 経済発展のための気候へと解消した。これらの国は2006年7月の CIS 首脳会談に欠席している。これに対し、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、アルメニアはロシアとの緊密な関係を保ち、アルメニアを除く5カ国で2000年10月、ユーラシア経済共同体、ユーラセックを結成した。こうして CIS 内に ロシアを中心とする統合派と、ウクライナやジョージアなどからなる、反統合派の二つのグループが成立することとなった。2000年に、ウラジーミル・プーチンが、ロシア大統領となると、周辺国との連携を強化しようと心を見るが、2001年のアメリカ同時多発テロが発生したため、国内のテロ対策も踏まえ、対テロ戦争に同意して、アフガニスタン戦争のため、 ウズベキスタン・タジキスタンへのアメリカ軍駐留を黙認したが、中央アジアでのアメリカの派遣が強まると考えられた。プーチンは2003年のイラク戦争には反対して米国と対立する。イラクのサッターム・フセイン政権打倒を果たし、西欧の NGO などと共に CIS 域内の民主化勢力の支援を行った。この結果、ジョージア、バラ革命、ウクライナ、 オレンジ革命、キルギス、チューリップ革命で独裁政権が倒れて民主化が達成された。しかし、米軍が駐留していたウズベキスタンでは市民運動が革命につながらずに失敗。その結果アメリカはウズベキスタンのイスラムカリモフ大統領の怒りを買い、アフガン作戦が一段落したこともあるが同国から米軍を撤収させることとなった。ウクライナやジョージアは北。 大西洋条約機構、NATO 加盟の意思を表明しているが、実現していない。以前より CIS への嫌悪を隠さなかったジョージアは、2008年8月の南オセチア問題をきっかけとして CIS からの脱退を表明した。この時ロシアは南オセチアに爆撃を開始したジョージアに対して、住んでいるロシア人を守るためと称して爆撃、進行しが、 CIS はこれに対して、声明を発せず、また各国も沈黙、賛成も反対もしないを通している。2014年には、クリミア危機によって、ウクライナとロシアの間の関係が極度に悪化し、ウクライナは CIS からの脱退を表明した、後日、2018年現在、独立国家共同体に加盟しているのは、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、 キルギス、ベラルーシ、アルメニア、アゼルバイジャン、モルドバの9カ国である。ソ連を構成した全十五国のうち、バルト三国は CIS 設立前に独立したため加盟せず、二千四年五月一日に欧州連合に加盟した。CIS 加盟条約は十二カ国が批准しており、九百九十三年一月二十二日に CIS 憲章が制定されるまでは、 CIS 創設協定が CIS の主な規約となっていた。CIS 検証の2章7項によって、加盟国は CIS 検証を批准した国家と公式に定められた。この検証は、ウクライナとトルクメニスタンの2カ国が批准していないため、この両国は正式な加盟国とはなっていない。しかしトルクメニスタンは、検証未批准にもかかわらず一貫して CIS に、 招かれており、まるで加盟国のような状態にある。2005年8月26日にはトルクメニスタンは CIS の資格を準加盟国に変更し、国連の認識する中立状態に合致するようにした。ウクライナは創設自産加国の一つであり、1991年12月には加盟を批准したものの CIS 憲章の批准は拒否した。これはロシアが ソビエト連邦の唯一の法的な後継国家となることに同意しなったためだった。このため、前述の検証によればウクライナは CIS の加盟国ではなかったものの、CIS への参加は認められ続けていた。1994年にはウクライナは CIS 経済連合の巡回員となっていた。またジョージアは1994年に CIS 検証を批准し加盟したものの、 2008年に批准を撤回して脱退した。しかし2014年のクリミア危機によってロシアとウクライナの関係が極度に悪化し、ウクライナは2014年3月19日に脱退を宣言。2016年11月にはパブロ・クリムキン外相が同国のニュースチャンネル110にウクライナとのインタビューで脱退に向けた準備を進めていることを確認した。 なお、議長国は、持ち回りで務めるが、客員参加国でも議長国となることが可能である。実際に2012年に、トルクメニスタンが議長国を務めている。また2014年の議長国は、ウクライナであったが、2014年ウクライナ騒乱及び、その後のクリミア危機の影響で、議長国の座から退いた。2014年の議長国は、ベラルーシ、 2013年の議長国とカザフスタン2015年の議長国予定が共同で務めた。上記の通りルーブル圏の維持が1993年に破綻した後、1994年にはトルクメニスタンを除く11カ国によって自由貿易圏創設協定が締結されたものの、実際には発行しなかった。その後、 FTA とは別に加盟国間でロシアを中心とした経済統合の動きが起こり、ベラルーシ、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、ロシアの5カ国は2000年10月にユーラシア経済共同体、ユーラセックを結成した。2010年1月にはロシアベラルーシカザフスタンの3カ国がユーラシア関税同盟を結成し、さらに統合の度合いを深めた。 二千十五年一月には、ユーラシア経済共同体が発展的解消して、ベラルーシ・カザフスタン・ロシアによって、ユーラシア経済連合が結成され、アルメニア及び、キルギスも同年中に加盟した。その後、二千十一年十月十八日、CIS 加盟国のうちロシア、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、モルドバ、アルメニアの八カ国によって、 自由貿易協定 FTA が締結さ独立国家共同体自由貿易地域が成立した。2012年9月にはロシア、ベラルーシ、ウクライナの3カ国が批准を行ったために条約が発効し、2012年末までにはカザフスタン、アルメニア、モルドバも批准を完了した。2013年12月にはウズベキスタンが条約に署名し、その後批准した。 署名したうちで残る二つの未批准国であるキルギスとタジキスタンも2014年1月と2015年12月にそれぞれ批准を済ませた。こうして CIS 自由貿易協定の加盟国は9カ国となり CIS 内で自由貿易協定に参加していないのはアゼルバイジャンのみとなった上記のように初期の CIS 統合軍構想が1993年に 破綻した後、CIS 内ではいくつかの軍事協力の試みが行われてきた。1995年には CIS 統合防空システムの設立が合意され、アゼルバイジャンを除く当時の加盟国10カ国による防空システムの構築が目指されたものの、各国の思惑やロシアとの政治的対立によって、実質上はロシアベラルーシカザフスタンアルメアの4カ国間での 強力に留まっている。これらの鉄道は 1520mm 後期である。ために今でも頻繁に国際列車が運行され、ソ連時代からのエレクトリー地下や客車が各国で使用され、各国で様々な内装や塗装に変更され、個性ができている。CIS は広大であるが、電化率は高く、中央アジアでも電気機関車やエレクトリー地下が走っている。 しかし EU に加盟したワルト3国や NATO に加盟をしようとしているウクライナはヨーロッパの標準機ではないためにボトルネックとなりフリーゲージトレインが使用されている区間がある。現在ロシアではモスクワとサンクトペテルブルクを結ぶドイツのアイスをモチーフにした高速列車サップ3号がウズベキスタンではタシュケントとサマルカンドを結ぶスペインのタルゴを元にし高速列車のアフラシア部号が カザフスタンでは同じくスペイン製のタルゴが高速列車として走っている。現在存在する組織、条約、構想かつて存在した組織、条約、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。